にちは。こんにちは。こんにちは。ホットロッドショー、あ、違う。ホットロッドカスタムショー2021。はい、今日やっと本番でございます。はい。賑わってます。アスファルトランドチームも、もうね、フルアイズとゴルゴトラック乗ってきました、昨日。はい。ね、どうなるかなと思ったので、すごい人だよ。朝から。すごい。ちょっと遅刻してきたから、並んで入ったら、ね、もう4週ぐらいですよ。4時間ぐらいから帰るの。大丈夫です。これ俺だ。社長だった。社長も並んだ。社長も並んだ。社長あの社長、並ぶの一番嫌いな社長が入ったんですよ。そう、すごいよね。でもそれだけに良かった。みんな入りたい。みんな入りたい。何かお目当てっていっぱいあったもんね。そうね、小走りの人ごめんね。一目散に行くから、まあ、そんなね、ホットロットショーの中身はこれからね、別で流しますんで、はい、それでちょっと見ていただいて、もうね、ムーンアイズの車もすごい人気だから。大人気でした、ね、大人気。いっぱい写真撮ってもらったから、ね、はい、いっぱいなんか世の中に出てほしい写真が。今やってないんだけど、こっちのステージもね、なんかいろいろバンドやったりとかしてにぎわってるから、すごい良かったの。それ見ながらこっちも見れるからね、ほんとお披露目できて良かったです。はい、よかった。じゃあね、あと後半ね、まだまだ時間あるんですけど、頑張ってこのアイテムトラックいっぱいいろんな人見てもらいましょう。とりあえず、ここのホットロッドカスタムショーの様子はこれから流しますので、どうぞご覧ください。イエイ。会場の様子見ていただきました。で、すごいの1個本当にすごいの見つけたの。見て見て見て、じゃーん。
見てこれめちゃくちゃ可愛くない？これうちのドラッグだよ。え、私すごい本当びっくりした。さっき社長が言ってて撮ったよって言うから何かと思ったの。昨日の今日で。これいっぱいレゴがレゴで作られたものがあるんだよ。いやーかわいい、めっちゃかわいい、ちゃんとカプラついてます。カプラついてる。でさっき作った方に聞いたら、なんと昨日 の, 撮影あの設営日で車導入して落ち帰ってから40分で作られた。こんなすごいことあんの？感動しちゃったんだけど。やばいよね、うん、すごい。こういう作者がいっぱいいるの。いやー本当すごい。ちょっと後で借りて写真撮りたいと思います。やった。あるじゃん。